カワポンです。早稲田大学の社会科学部の英語分析になります。ハイレッベル英単語などはすべてまとめていますので、詳しくはコメントをご覧ください。画面の数字の見方もコメントに貼り付けていますので、ご覧ください。ここの英語は難易度がかなり高いことで有名になります。2022年度はややまともになりましたが、それでもかなり難しいです。目標得点率は年度にもよりますが、おおむね 55% あたりが妥当なところではないでしょうか。5割でも十分な年度もあると思います。ハイレベル英単語はかなり多いです。これは、ひとえに、受験用の英語の問題を作成する、問題作成者の能力の欠如だと考えています。また、速読レベルもかなり厳しいです。これも、作成者の能力の低さの表れだと思います。受験生のレベルと、受験問題としての妥当性を度外視した内容となっています。とはいえ、愚痴ばかり行っても仕方がありません。高得点は不可能ですが、実力をつけて、部分的な理解で解ける問題を確実に解くしかありません。ということで、初学の英語の分析になると、いつも悪口になってしまうのですが、田中学長には、早く、この惨状に気づいてほしいものです。ということで皆様、さよならさよならさよなら。